サンタマリア号の復元、キャラック船、カラック船は15世紀に地中海で開発された帆船。大航海時代を代表する船種の一つ。この型の船を、スペインではナオあるいはカラーか、ポルトガルではナウと呼んだ。ナオナウは、両言語における、船を意味する語に由来しており、スペインでは、派生型を含めてナオと呼称される。キャラックの半層図、キャラック船は、 専用航海を前提に開発されたヨーロッパでは初の選手であり、大西洋の高波でも船体の安定を保つだけの巨体と大量輸送に適した広い船倉を持つ。全長は30メートルから60メートル、全長と全幅の比は3、1とずんぐりしている。排水量は200トンから1500トンと、サイズには個体差が大きい。 通常は3本ないし4本のマストを備え、丸みを帯びた船体と、特徴的な複装式の船首炉、船尾炉を有する。北欧系のコグ船と南欧系のキャラベル船の長所を受け継ぎ、3本のマストの内ォアメインマストに、黄帆ミ水ンマストに重半と異なった種類の方を巧妙に、組み合わせた偽装を持ち、自在に張り替えたり数を増減させたりすることが容易であるため、 高い搬送能力を持つ。後に船体が大型化すると、最後尾にジガーマストが追加されて4本マストのものも登場するようになる。16世紀には発展系として、ガレオン船が開発された。キャラック船は、乗員、物資、貨物を運ぶための豊富なスペースを有していたことから、貿易船として都合が良く、貨物と物資の積載能力が高かったため、 航行期間を長期化でき、より少ない気候による効率的な航海ルートを選択することもできた。航行性能も優れており、4つの方を組み合わせて使えたため、風に対して適切な角度を選択する柔軟性が高く、船尾と船首につけた方は回答性の向上に寄与し、三角歩は逆風状態での航行を可能にした。また、 嵐の間に推進することすらできたと言われている。戦闘用としても、船の安定性、ひいては甲板の安定性が高く、甲板を砲台として用いることが容易であったため、しばしば植民都市への威圧目的で用いられている。これは、商船や探検船としても重要な点で、西インド諸島などではしばしば小型船舶からの襲撃が問題となったため、 それらに対して高い防御力を誇ったキャラックが、商人や冒険家に与えた安心感は大きかった。しかしながら、あまりに大きいため強い風には弱く、突風時は転覆の危険も少なくなかった。また、回答性能など、小回りの点で、若干の弱点を抱えており、冒険家は、次第にキャラベル線を好むようになっていった。 ビクトリア号の復元当時の日本人によって描かれた南蛮船としてのキャラック五5 1 5年頃から、ポルトガルはインドのゴアで貿易を始め、インドの綿と香辛料を購入するために、銀を積んだ3隻か4隻のキャラック船の船団をインドに送るようになる。そのうちの1隻は機能を求めて、しばしば中国まで行った。百五十七年にマカオを獲得してからは、 中国人を正式に取引相手として認識するようになり、1547年に種ヶ島に到達していたことから、ポルトガル王室は中国との取引を本格化した頃から日本との取引も定期的なものとし、権利を落札した商人を長として年に一回日本までキャラクセンを一石派遣するようになる。これは日本においては南蛮貿易として知られるものである。 ポルトガルと日本との貿易は1638年まで続くが、キリスト教の宣教師を密交させていたことも問題視され、翌1639年からは、鎖国政策を取っていた江戸幕府により来航が禁止される。16世紀の途中からは、アジア貿易で使われる船は、次第にガレオン船へと置き換えられていった。カラック現代で船をすは、ポルトガル語では、ナビ。 スペイン語ではバルコ。スペイン語には専門用語としてナーベ、またはナビー用という語も残っている。ウィキメディアコモンズにはキャラクセンに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。